さーて、水のダンジョンか。水のダンジョンはな、時岡の時もムジュラの時も苦手なんだよな。時岡の時は水の神殿クリアできなかったよな。着地したら剣触れるのか、そういうことね。倒せた？オーケー。なんか視界も取りにくいな。無視した方が早そうだなこれ。おっせ。でもまあギリギリ無視はできる。追ってくる。クラゲがビリビリしてるよ。よし脱出。これはフック、ウルトラハンドみたいなやつになってる。タッカラーマゴーン。やだ、水中爆弾の補充したいよな。これはチャンスかな。空いてるしもらっとこう。油じゃないの？赤チュチュゼリー。あ、回復アイテムだ。あ、よかった、水中爆弾補充。15個しか持てないからな。赤チュチュゼリーは、あっと、なんか他のもいる。紫チュチュゼリー、問題は赤を先にちょっと使って、紫の効果はなに、飲んでみるまでどんな効果があるかわからない。飲んでみる。よくそんなもんダメージ食らったよ。こんなん持ってけんわ。赤持っとく方がいいわ。黄色がいつも通りのオイルだな。トン。これ離した途端に戻るとかじゃないよな。行くよ。チッ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 とかないな。オッケーオッケー、大丈夫。じゃあ一通り終わるか。さあ行きますか。これは上に上がる扉なんだ。さあやってきた。ここ何の神殿だ。固定の神殿、アイリア固定の神殿と、すげえな。1階2階3階4階、地下1階地下2階、全6階からなるフロア。そしてここは2階だ。飛び降りるか。どっかでおばちゃんに会えるだろう。飛び降りようかと思ったら上からなんか降ってきた。あぶね、天井に垂れ下がってる鍾乳石、先に落としちまった方がいいんじゃね。とアイテム、弓、こういうのかい。これじゃない、これでもない。どれがどう落ちた。弓程度じゃ落ちないのかな。爆弾かな、ブーメランかな。まあいろいろ試そう。落ちんな、爆弾かな。ここ降りると2階が1階になるのが、なんか剣しまった状態で攻撃始めちゃうんだよな。あ、そういうことか。これを使えってことか。そういうことね。覚えておいてよかった。お、なんか来たんだよ。持つ、これもどっかに使うのかな。
ま、一通り回ってみようじゃないか。おれおれおりゃー。登れる？登れない。ここは登れる。こっちからも上がれるけど、全部落としちまえば爆弾弓かもしかして。ちょっと試してみるか。ここで、アイテム弓と合成爆弾弓。こういうことかい？あ、そういうことだった。これで全部かな。見た感じそんな感じ、いい感じ。あんま爆弾ないから無駄遣いしたくないんだけど。これで一つ目の部屋完了かな。このイラッとさよ。ちょっとでもずれてると上げさせてくれない。補充したいな。爆弾と矢を。爆弾ですよね。15個マックスマックスマックス。あそこの壺がちょっと気になるな。でも行く手段が見当たらない。水で満たされるパティーンかな。まあいいか、先に行こう。コンパスと地図手に入れてから考えよう。はい、上に参ります。水だ。すごい水が待っている。流れが急すぎるな。落ちるとひとたまりもないぞ。あ、なんかいる。ドーン。とどめザク。入ります。やってる。飛び込むか。どうなってんだここ。まだ2階。普通に雑魚がいたり。ちょっと飛び込んでみるか。飛び込めない。ジャンプできないのこれ。ジャンプできない。これぐらいなら飛べよって思うんだけど。ここも進めない。これぐらい乗り越えろよっていう。なんか教えてくれる？鍵一つ探すのも苦労しそうだな。迷子になるのだけは勘弁してくれよ。仕方ないから降りていこう。降りると1階に変わった。飛び降りるのはちょっと怖いな。まずは行けるところから順番に行こう。こういうの開くんだ。水出てきそう。こっちに行く。えるっ宝箱。うわ、アイテムの補給っぽいな。あんまりそういう意味で開けたくないんだけど。ですよね。あー、飛び降りたらハマる。戻るのが、戻ってくるのがめんどくさそうだから先にこっち行ってみるか。あー、どんどん水が流れてきて水が増えていくのかな。まあ少しずつ順番に、少しずつ順番に。急開かない。
よし、とりあえずこれを確認できておいたのが、ね、収穫だと。じゃあ飛び込むか。水が増えていって最後4階でボス戦とかになりそうな感じするんだけどね。じゃあ飛び込みましょう。行くぜっと。よし、回った。ゼルダあるあるはね、これね、この辺アクション RPG だからって飛び込んだ瞬間にずれててハマるってね、よくある話だったりもするわけよ。あ、そういうことね。逆側に登れるようにな。あれ、まあ、階段でローリングで上がるって確かにおかしいんだけど、いいじゃねえか、それぐらい転がさせてくれよ。んーで、左右に行ける。まあ落ちる系の仕掛けを後回しにするのは基本って言ったら基本だからな。こっちも行き止まりだな。よし、逆に行こう。こっちは行き止まり。こっちから行くと相手雑魚がいるから雑魚倒してくる。ん？おばちゃんか？やっと出られたわ。お兄ちゃん、こないだのまた会えて嬉しいわ。再会できたんか。また一緒に行きましょう。おばちゃんついてくから。おばちゃんと再会した。うん、親切な人やで。おばちゃん、おばちゃん、カメラ目線ちょうだい。カメラ目線。はい、カメラ目線くれない。まあ一度、あれ鍵。じゃあ飛び降りるしかないかな。もうまだおばちゃん使ったことないよねっていう。降りちゃいまっか。ふう、なんかピラニアっぽいの来た。やめてやめて、噛まれてる。登れるな。オッケーオッケー。でそれだけチェックしといて、B1 まで落ちてきてる。まあ登れる手段は確認できたから、そこ行ってみますか。 B2 目指してレッツラゴー。降りる降りる。はい、そこまで降りた。まだ B1 だ。なんもねえな。爆破できそうなところも、これ扉じゃないしな。一周したけど外側は何もなし。じゃあ次は内側。内側も特に何もなし。上を見ても特に何もなし。じゃあ一気に水面まで上がる。ふ、魚が来る前に脱出。ふ、あそこに入らなきゃいけないのかな。ワカメかなこれ。ワカメみたいな。お兄ちゃん、タツオ兄ちゃん。このザコ。ここ行ったな。行き止まりだったとこだよな。チェック。 OK。そしてこの宝箱、逆はつながってたっけな。
と繋がってないな。そして登れるツタもなしかな。登れるとこもないな。じゃあ上に。登り坂もローリングで素早く上がりたい。飛び降り系はダーメット。でここの鍵が未だに見当たらない。逆側は行き止まり。詰んだ、ね。まあ、ここを飛び込めばいいのかな。もっと上に上がろうか。飛べ。でもう一回降りる。あ、進んでるな一応。ごまだれ、やった、マップだ。おお、いいね、マップ見れるって素晴らしい。地下かな、ボス戦地下っぽいな。地下で水のボスと戦うっぽいな。3階とか4階とかほとんど何にもないぜ。うん、意外に狭いな。まあ下画面だから何やってたのか全く分かんないと思うけど。よいしょ。おお、こいつか。こいつ奥義覚えてなかったらきついんだろうな。まあ隙見って後ろ取っても倒せないほどじゃないけど。さあお次はバランスが悪そうだ。落ちたら戻ってくるとこかな、ここ。そんな気するな。でこれその時用のリカバリー回復。つまりまずは正面から行きなさいと思うんだけど、これ届かんだ。フックショット系の装備取ってからっぽいよな。じゃあ下のルート先。これどうなんだ、行けんの。行ってみるしかないよね。行けねえ。いけねえ。落ちた。ミドナのヒントがあった。よっち、下から参ります。にゃにゃ。ここヒントあり。違うな。違うか。特にヒントくれるわけでもない。うん、壊れそう。怖っ。水がどうにかなるな。爆弾で壊れそうだよね。と壊れねえ。はじめに戻ってきた。上に落とせるやつ発見。これと奥にもある、これぐらいかな。あれもかな。違うな。
とりあえずこれで足場は増えたろう。と。こっちに降りちゃダメなんだな。もう戻れないんだ、こっちに降りちゃう。よし、よし、よし。となりますと、こっちだ。今落とした。あ、くっついちゃった。都合良すぎだろ、場所。で、ここがこのまま逆に回ればいいんだな。さっきはなぜか戻る方向にだけ使ってしまった。なんとも都合がいい。よすごい良すぎだろ。さあ何、あ、小さな鍵、これで戻るのか。でここに水かなんかが追加されたら、あの橋が浮き上がって。痛えな、一緒に飲んじゃねえよ。お前とは一緒に行かん。で、あの辺最終的に行けるようになると。ま、鍵手に入れたことで鍵のかかってた扉に行けるようになったはず。まだこの奥あるんだけどな。もう割っといていいか。回復だろ、どうせ。まあ基本だね。連続前転。で、このまま手ず駆け上がってやっちゃうよな。鍵のかかってた扉はここじゃないよ。こう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 。ダメか。なんか一応こういう風にしたら奥義覚えてなくても一応いけるってことね。ちょっと戦ってるうちにどっちが行く道か分かんなくなっちゃったけど、まあ合ってる合ってる。あれどっちだっけってちょっと一瞬考えちゃったわ。だからまごー、私の財布にはまだ若干の余裕があります。はい、水中爆弾。なんか裏にいるな、いっぱいいるな。なんかあるな。そういうことか。ここを渡って、あのスイッチを引こうという。この辺のね、合わせが。にに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 。爆弾発見。近いけどいいや、めんどくせえ。とりあえずこっち先行くか。ここだ。威力高えな。どっちから先に行こうっていう気になるけども、こっちから先に行くか。